ビスマスあるいは草塩は、原子番号83の元素。元素記号は倍。第15族元素の一つ。日本名は草塩。ビスマスのドイツ語ウィスメットは、1472年に、与えたシュネーベルクの草原の採掘許可権から生まれた、5、ビーゼミュッチンに由来するが、当時は、ビスマスはアンチモン、スズ、アエンなどと混同されていた。淡く赤みがかった。 銀白色の金属で柔らかく脆い。多彩な色を示すことがあるが、これは表面の酸化膜で光が干渉することによる構造色であり、ビスマス本来の色ではない。電気伝導性や熱伝導性は高くない。有点は摂氏271.3度と低い。常温で安定に存在し、凝固すると体積が増加するのが特徴。 またビスマス化合物には医薬品の材料となるものがあり、他の窒素属元素の化合物に毒性が強いものが多いことと対照的である。また、常温で強い反磁性を示すため、ビスマスを乗せた皿を水の上に浮かせるなど摩擦係数を減らしたものに強力な磁石を近づけると反発し動くことを確認できる。 天然には硫化物として主に産出するが自然草園として単体での産出も知られている。なお、鉱工業場はこれらの鉱物ではなく主に鉛、モリブデン、タングステン精錬の副産物として生産される。18世紀にフランスのクロード会、ジョフロアにより単体であることが確認された。ビスマス鉱石を構成する鉱石鉱物には次のようなものがある。 日本ではビスマス炭酸の鉱山はなく、エビス鉱山、アシオ鉱山などで副産物としてビスマスが生産された。医薬品の原料として日本薬局型に収載されている。単体のビスマスと他の金属との合金は、それぞれの金属単体より低い優点となる。このため、鉛フリーハンダに添加されたり、あるいはより低温で溶けるウッド合金のような、 英雄天合金に使われる。また、ビスマスは大きな熱伝効果を示す物質であり、特に、テルルとの合金は熱伝変換素子として実用化されている。化合物としては、銅酸化物高温超伝導体の一成分としても、用いられ、ビスマスを含む超伝導物質はしばしばビスマス系高温、超伝導物質、または単にビスマス系と呼ばれる。 蒸気以外にも、高比重、低融点で、比較的、柔らかく無害であることから、鉛の代替として注目され、産卵や釣り用の重り、鉛、カドミウムの代替として王道への添加剤、ガラスの材料などとして用いられている。天然に存在するビスマスの同位体はすべて放射性、同位体である。主要な同位体である209倍は長らく、安定同位体とされてきたが、 理論的計算に基づいて不安定である可能性が指摘されていた。2003年、精密な測定で非常に長い半減期を持つ放射性同位体であることが判明し、最重安定同位体の地位を鉛に譲ることとなった。209倍はごくわずかにアルファ崩壊により崩壊するが、その半減期は2003年に測定された値で1 0 1 9年である。この値は、 現在の宇宙年齢の9桁以上も長い。その他にも半減期は短いが、自然界には5つの同位体が存在する。いずれも改変系列の崩壊過程によって発生する同位体である。ウラン233の崩壊過程でできるビスマス213はアルファ崩壊各種であり、アルファ性を用いたガンの治療に期待されている。 修練作用を持つビスマスの化合物は、腸粘膜のタンパク質と結合して、皮膜を作り、炎症を起こした粘膜への刺激を和らげる効果があり、成長剤として利用される。ビスマスの結晶人工的に作ったビスマスの結晶は、酸化膜による多彩な着色と、ムクロ症による特徴的な形状から、干渉用として市販される場合がある。 2019年度の吹奏楽コンクールの課題曲後は作曲者、日影高文がビスマスからインスピレーションを受けた曲ビスマスサイケデリア1であった。ありがとうございます。